それでは2019年度の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。まずこの授業で使う資料ですけれども、まずテキストですね。テキストは酒井光先生によります計算基礎学1の講義ノートという資料を使っております。あとこの辺の情報については授業のサポートページに置いておきます。あとその他の資料はですね、こちらの授業サポートページの方に置いておきますので参照してください。で、この授業の内容なんですけれども、計算基礎学という内容なんですが、計算基礎学といってもいろいろな定義があります。でそこで、この授業では特にその、計算機上でですね、主にその整数や多項式に対する代数計算を行うための数学を学んでいきます。でその特徴をですね、もう少し詳しく説明したいと紹介したいと思います。まず、最初の特徴はですね、代数的であると、代数的なものを扱いますということで、代数的というのはどういうものかというと、その主にその加減乗除ですとか、それから群や間などのその代数的な性質に基づく計算を対象にしますということです。で、2つ目の特徴は、構成的と呼ばれるものでして、でこれは具体的な計算を伴うそのアルゴリズムを実際に考えていきますということです。で、最後に、実際的なものを扱いますという特徴なんですけれども、これはですね、一つは理論の正しさに加えて、効率を重視するということで、もちろんその正しくその計算ある目的のものは計算できる理論でなければなりませんけれども、それに加えてですね、その大体普通の数学、皆さんがこれまで触れてきた数学ですと、その正しいある計算をする手順が正しければですね、正しければそれでいいというところで終わってたんですが、ただ実際の生活の場ではですね、困る場合があるわけですね。例えばあるですね、こうなんかメッセージを暗号化して、で安全に相手の人に届けて、でそれをまた複合して元の情報を再現したいといった時に、その複合にこう100年かかっていたのでは、とても使えないわけですね。そうすると例えばその情報がすぐ欲しければ、なるべく短い時間で複合できるようなこう手順が必要になるわけです。そういう意味でその効率を重視するということも入れております。でもう一つは、実際にですね、その計算機上で動作するさせることを念頭に置くということです。でこれはどういうことかというと、今日そのこの後の授業でその計算機の構造について紹介しますけれども、そこではそのメモリーというものを扱います。でそこにこう数値や式を記憶しておくんですが、例えばその、そうですね、皆さん使っている学生証っていうのには、あれにはIC が入っていて、でそのIC、学生証をですね、こうセンサーにかざすことで、こういろんな用途に使えるわけです。で、ご存知の方いるかもしれませんが、皆さんの使っている学生証、我々が使っている職員証っていうのは、皆さんが使っている、交通系の IC カードってありますよね。Suica とか PASMO とか。あれと実は同じ規格でできております。ですので、ただその何でしょうね、同じ規格でできているんだけども、こう中でのいろいろな設定が異なるので、皆さんの学生証がすぐにバスで使えるというわけではないんですが、そういう中のですね、いろいろな定義を整えると、例えば皆さんの学生証をバスで使えたりとかっていう可能性もあるかもしれません。でそれはいいんですけれども、ただそういう例えばああいう小さなカードですと、そのメモリーの大きさも限られますから、そうするとそこに載せられる情報の量っても限られるわけですね。で例えばある暗号を解くとかですね、暗号を複合するとか、そういったプログラムをそういう小さな、機器に載せるためには、その機器の小さな少ないメモリーの量に見合ったような
こうプログラムを組む必要も出てくるわけです。まあ、そういった意味でその、まあ、いろいろな制約がある計算機の上で実際に動作するようなことも考えるというのが、まあ、現実の問題では起こってくることもあります。ということで、まあ、こういう形の内容を対象にしますので、まあ、そういうつもりで進めていきたい、聞いていただきたいと思います。でまず、その準備の準備なんですけれども、まあ、テキストを今日配りましたが、見ていただきますと、まあ、最初にこの4ページから6ページまで、このテキストで必要ないろいろな記法が載っておりますので、その都度、参照してください。一応テキストはですね、今日教室の後ろの方で配布しておりますので、まだ持っていってない人は持ってってください。であと、アルゴリズム の記法というのがありますけれども、これはまた後で、説明します。ここまでいいでしょうか。はい。で、今回 の内容なんですが、主に、以下の話をしたいと思います。まずコンピュータの基本構成ですね。それから、コンピュータの内部の紹介と。で、最後に、メモリの、主記憶装置と呼ばれますけれども、このメモリの、まあ、配置と容量について、紹介をしたいと思います。で、まずコンピュータの基本構成ですね。まあ、テキストですと、8ページ第1章の準備のセクション 1.1 から始めたいと思います。で、まず計算機を構成する主な装置について紹介したいと思うんですが、その前に皆さん、計算機に日頃、計算機っていうのを知ってますかっていうのをちょっと聞きたいんですが、計算機っていうのを知ってるっていう人います？計算機ってなんだかよくは知らないっていう人いますか？はい。まあ、多分、どちらにも手を挙げなかった方はですね、それはそれで妥当かもしれなくって、あ、ごめんなさい。マウスが落ちちゃいましたね。はい、はい、すいません。ありがとうございます。まあ、計算機の、じゃあ、計算、ここで言う計算機の定義って何ですかっていうのが多分ですね、こう、数学徒としては、あり得る質問ではないかと思うんですけれども、まあ、そういうことで、じゃあ、ここで、我々が呼ぶその計算機っていうのは、どういう仕組みを備えた、装置なのかっていうことを、ちょっと、見ていきたいと思います。でそのためにその現在 その計算機数学で扱う対象であるその計算機っていうのがどういうものから構成されているか、ということを説明していきます。ちなみに、今回説明するその計算機の定義からするとですね、皆さんの身の回りには、たくさんの計算機があふれております。まず皆さんがよく日頃使っている携帯電話ですね。携帯電話もこの定義で言えば計算機です。それから、パソコンなんかももちろんそうですし、あと、例えば銀行の ATM、それから、まあ、テレビ、皆さん使っているテレビですとか、そういった機器ですね。あれも、まあ、広い範囲で見ると、まあ、計算機の機能を持っているということができるでしょう。ということで、その計算機の、を構成する主な装置というものから説明していきたいと思います。一応テキストの6ページにも図がありますけれども、その図の中からですね、一つ一つ見ていきましょう。まず最初がこの中央処理装置、CPU と呼ばれるものです。で、これは、まず、これ2つに分かれてますね。演算装置と制御装置という中身がまた2つに分かれておりまして、でこの演算装置という部分で、まあ、数の加減乗算ですね。ですとか、それから論理演算、論理和とか論理積とかっていう計算を行っています。でそれからもう一つは制御装置。これは計算機全体の動作を制御するといった装置ですね。
で、まあ、よく計算機とこう人間の器官、臓器を対応させるって説明することがありますけれども、まあ、こうして見てみると多分その演算装置は人間の大脳を中心とした機能を担っていて、制御装置は小脳とか脳幹とかですね、そういう体を制御するそういう部分を担っているとも見えることもできるでしょう。で、次に挙げますのが出記憶装置と呼ばれるものです。でこれはメモリーとも呼ばれます。でこれは、記憶や読み出しの速さが速度が速い反面、その電源が切れると内容が消えるものが多いです。ですので、まあ、我々人間のこう機能でいうとその、まあ、暗記するような活動ですね、まあ、そういうものに対応するものと思えばよろしいかと思います。で、我々人間がですね、じゃあ、暗記で覚えられるものの範囲には限界がありますから、人間の場合どうするかっていうと、こう、紙に書くとかですね、それから、という手がありますね。あと、まあ、録音するでもいいですけれども、その何かの外部の、メディア、物体に、こう、記憶するという、ことをやってると思います。で実は計算機も同じようなことをやっておりまして、そのための装置が外部記憶装置と呼ばれるものです。でこれは、先ほどのメモリーに比べますと、その記憶や読み出しの速さは遅いんですけれども、電源を切っても内容が消えないという特徴があります。で、昔ですと、まあ、今から15年か20年ぐらい前まではフロッピーディスクとか光磁気ディスクというものが使われたんですが、まあ、現在では皆さん多分使ってると思うんですが USB メモリースティックですね、あとは SD カードのようなメモリーカードといったものが使われております。それから と、まあ、コンピューターはですね、計算機はその人間が使うことを念頭に置いてますから、その例えば計算機自身が計算ができて記憶ができても、その人間が我々がその計算機に何かこうさせたいことを与えて、あとはそれに対してその計算機が何か仕事をしてきた結果を我々人間が受け取るというための装置が必要です。で、入力装置は、まずその外部からその何らかのデータを入力するというためのもので、例えばキーボードですね。キーボード、我々キーボードを打つことによって、そのコンピューターに対してこう文字を送り込むことをやってるわけですね。あとは最近ですとマウスなんかもありまして、こうある特定の場所をこう示したり、動かしたりということに使っております。で逆にその計算機の計算の結果を、我々人間に対して出力する装置を出力装置と呼びまして、これは例えばモニターですね。モニターっていうのはその、まあ、文字やその図をこう表示させることでこうまあ、我々が、例えばメールを読んだりとか動画を見たりとかいうことができるわけですね。それからあ と、プリンターなんていうのを使うとこうレポートや書類を、まあ、印刷して使ったりとかいうことができるようになります。ということで、一応こういった形でですね、このもう一回挙げますと、中央処理装置と主記憶装置と外部記憶装置と入力装置、出力装置、大体この大体我々がこれから対象にする計算機というのは以上のような要素から成り立っているということをまず覚えておきましょう。でそこで今日は実際にですね、そのじゃあその計算機、今言った各装置をですね紹介したいと思います。まあ、皆さんが多分よく使っている、パソコンですね、まあ、サテライトの端末にもありますけども、まあ、それと同じような装置をこれから、紹介します。